朝ナイトです。ということで、今回はですね、3ステップ登場ということでやっていこうと思います。はい、ということで、昨日ね、お知らせがありましたけど、本日12時にね、ガチャ更新と SSR プラス解禁がね、到来になりました。ということで、早速ね、見ていこうと思います。まあ、今回は3ステップが、まあ、登場になりました。で、順番的にね、桜がサビナレよ、日向がね、僕なんかになっております。2日前にね、強化予想だったりもしていたんですけども、まあ、予想通りね、登場になりましたね。あとは3ステップ同時にね、グラフィーの追加もありました。ガチャ内容だったらね、まあ、いつも通りということで、まあ、この辺だったらね、でしょうね、もう全員かなと思います。続いて、裏掛け曲ボーナスですね。こちらも今回ね、追加されました。で、今回追加されたのは、サミナレヨが断絶。で、僕なんかが恋した魚は空を飛ぶの二つがね、まあ、今回追加されました。まあ、今回追加されたボーナス結構嬉しい人も多いんじゃないかと思いますね。恋した魚のね、スコアタでもね、入る曲になってるんで、まあ、嬉しい人もね、多いと思いますね。ということでね、まあ、今回はですね、ガチャ更新のみということで、まあ、特別ミッションとログボだったりは来てるんですけども、まあ、イベントもなかったということで、早速ね、まあ、SSR プラスの性能解説からね、くらえてね、まあ、ガチャも引いていこうと思います。早速ね、本編やっていこうと思います。レッツゴー。はい、早速やっていこうと思います。まずはサミナリオから見ていこうと思います。まずは井上里奈になっております。スコアボーナスがつくね、強化になりました。なので、期待値が 2.46 から 3.14 の強化になりました。3超えの強化になったって形ですね。3.14 の強化は意外だったんですけども、まあ、今回ね、まあ、今回強化されましたね。嬉しい人もね、多いと思うんで、まあ、推しメンの人だったらね、まあ、今回引くべきかなと思いますね。で、続いて上目なりなになっております。こちら今回ね、ライフサポートがすごく強化になりました。なので、期待値は 3.68 のままになっておりますね。2日前の強化予想だね、3.72 のね、予想をしていたんですけども、残念ながらね、期待値変更なかったんで、正直ね、まあ、強化はあって欲しかったんですけども、まあ、3.68 は高スキルなんで、まあ、ここも普通におすすめかなと思いますね。で、最後に山崎天になっております。こちら今回ね、まあ、コンボボーナスがつく強化になりました。なのでね、まあ、期待値の変更が 3.40 から 3.50 の強化になりましたね。ここね、2日前にね、まあ、強化予想で 3.50 で欲しいっていうね、予想をしていたんですけども、まあ、今回待望の強化になりましたね。普通に個人的にはね、まあ、一番嬉しい強化になっております。一応ね、3.50 の強化なんですけども、一応ね、前回のその 3.50 の強化はですね、重さ以来のね、まあ、強化になっているんで、まあ、1年以上ね、まあ、3.50 の強化なかったんですけども、1年ぶりに 3.50 がね、強化がありましたね。1年間の強化が、ね、ないのもちょっと意外なんですけども、1年ぶりに 3.50 が、ね、生まれたということで、一番ね、まあ、引くべきかなと思いますね。本当に今、3ステップで取んないといつ取れるかわかんないんで、まあ、欲しいなら今回3ステップで取った方がいいかなと思いますね。それ以外のメンバーはね、産後の期待値にはね、結構ありませんでしたね。あ、コムボーナスも、ね、こちらは、これもね、なかったですし、あとは 1.63、1.73 のね、3.68 の、まあ、強化はありませんでした。はい、ということでね、僕なんか見ていこうと思います。まずはね、加藤仕様になっております。こちら今回ね、コンボボーナスがつく強化になりました。で、期待値がですね、3.32 から 3.05 の強化になりましたね。参考ということで、まあ、最新カードになっているんで、まあ、おしめの人だったらね、おすすめかなと思います。で、続いて高瀬もなになっております。こちら今回ですね、ライフ回復の強化になりました。で、期待値の変更は 3.40 のままでね、強化になりましたね。なので、期待値の変更はありませんでしたね。まあ、サムになる4の方はね、期待値の変更はあったんですけども、こっちだとね、まあ、期待値の変更はなかったということで、ちょっとね、まあ、残念なんですけども、まあ、3.40 の高スキルになっているんで、まあ、普通に今回は目玉になっております。最後にね、小坂直になっております。こちら今回ね、コンボボーナスがつく強化になりました。期待値が 3.68 から 3.72 の強化になりました。こっちの方だと 3.72 かな、誕生したんですよね。サミナリオは、ね、3.68 だったんですけども、グループ別でちょっとね、違った強化になっているんですけども、一番高いね、まあ、期待値になっているんで、反響しにくいカードかなと思いますね。それ以外のメンバーは3超えの期待値の強化はありませんでしたね。まあ、一応こっちだとコンボボーナスの強化は入っております。で、高橋めくりに入っております。期待値がね、まあ、0.67 から2.75 になっております。まあ、一応強化は入ってるって形ですね。はい、ということで最後にガチャ引いていこうと思います。今回はサミナレオに引いていこうと思います。まあ、ステップ3まで引いていこうと思います。一応狙いはですね、狙いはね、上村里奈、藤吉仮になっておりますね。まあ、今回この2人を狙ってね、まあ、ステップ3まで引いていこうと思います。ということで行きましょう。お願いします。久しぶりなら3ステップ引くの。
まあ、今回皆さん弾きますか ?3 ステップ。どうだろうね、今回の教科どうですか皆さん、印象的には。まあ、3.50 の教科だったら結構ね、嬉しい人もね、多いと思うんですけども、ちょっとなんかね、物足りない感はあるなと思いますね。最近 3.49 だったら教科がないんで、あってほしいという願望はあるんですけども、ぜひ皆さんね、今回の感想だったりね、ガチャ引いた人いたらね、ガチャ結果だったりとか、まあ、コメント欄で教えてくれると嬉しいです。ステップ1爆死ですね。行きましょう、20年目。お願い。演出しょぼくない?今日めっちゃ気に出るけどね。はい、ということでね、ステップ2までね、何もなかったんですけども、最後ね、ステップ3ね、弾いていこうと思います。ということで、ぜひね、まあ、SSR プラスの性能理解できた、もう、神引きしてって人でね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。嘘でしょ?よ、4枚 ?4 枚 ?OK, OK。あ、未承知だな、OK。いや、ここでちょっと狙い欲しいな。藤吉かりんか、上村里奈。しっかり出て欲しい。お願いします。次から確定。あ、オッケーオッケーオッケー。全然嬉しい。未承知だったら全然嬉しい。いや、どっちか欲しいな。4枚はちょっとびっくりしたな。はい、ということで次から確定。お願いします。藤吉かりんか、上村里奈。お願いします。いや、被るか。被るそこ。きつ。きついって被りは。最後ね、4枚目はこのメンバーです。高坂まりのガチャでした。あたした。